今日の御言葉、ヘブル人への手紙12章5節から7節、10節から11節。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様は私たちをご自分の清さに預からせるために、時たま試練や困難を与えられることがあります。今日一日も主の懲らしめを受けて弱り果てることなく、訓練と思って耐え忍びましょう。 All for Jesus。